カットノン原子力発電所は、フランス共和国も、ゼル県カットノン近傍に所在する原子力発電所。施設は、モーゼル川の西にあり、ティオンビルから北東へ 5km、ルクセンブルクのシェンゲンとドイツのペルルから 10km に一致している。1978年、レーモンバール首相は、カットノンに原子力発電所を建設する決定をする。 この決定については、近隣諸国、特に、ルクセンブルクが反対した。1979年から建設が始まり、1991年に、完工した。発電所の敷地はかつて、マジの線の一角であった、カットノン、森一帯の防衛を担当していた第168、不評連隊の兵営であった。カットノン原子力発電所は1300メガワット級の、 加圧水型原子炉4基で構成されている。カットノン原子力発電所は、敷地内原子炉総数の換算では、世界第7位の規模であり、フランス第1の規模である、グラブリーヌ原子力発電所に続きフランス第2の原子力発電所となっている。2010年度には、年35億キロワットアワーの電力を生産し、フランス電力の総発電量の8%に相当している。 過去には2005年度に38.2億キロワットアワーを生産している。所内には約1200人が就業しており、原子炉10年検査中はさらに約1000人が追加される。1986年10月10日、反原子力団体であるロバンデボアとロビムウッドの活動確認が建設中であった冷却塔に上る。 2003年の欧州熱波では8月12日から9月30日まで、モーゼル側への冷却水の排水温度について、温度管理の放棄を正式に認められるが、実際にはこの免除を使用することはなかった。カットノン原子力発電所は地震に対して脆弱で、あるとされるも、2010年10月に出た、改正地震ハザードマップでも危険性は、レベル1の範囲内にあった。 2010年10月7日、フランス電力は建造から40年を超える原子炉の特に技術的障壁についての野心的な運営を発表する。これで2016年から2022年の間まで延命できる関係書類の準備を正式に開始する。20年間で24億ユーロの設備投資は制御室、発電機及び蒸気発生機の近代化のために 用いられる。放射性物質を含んだ、膨体や原子炉建屋及び、原子炉格納容器などの完全、健全性に関わる分野については、影響を受けない。この計画で、カットノンでの延命作業は、フランス電力が運用する40年を超える他の1300万、キロワット級加圧水型原子炉のモデルケースとなる。福島第一原子力発電所事故後の3月25日、 カットノン原子力発電所から半径 25km 以内にあるルクセンブルクの36市町村と 25km 圏外にあるいくつかの市町村は団結して発電所の停止を求める。9月中旬、フランス電力は福島での事故を踏まえ原子力安全当局に対しストレステストの結果を報告した。当該発電所の剣道性を確保するため全原子炉には ディーゼル補助発電機を備え、冷却水の供給を強化し、非常事態に備えるため非常用式材を運用できる原子力迅速対応体の編成を急ぐとした。これについては、原子力安全局や放射線防護原子力安全研究所の意見を参考にして、他の7カ国の欧州諸国の確認により、欧州理事会で決定される。2011年11月には、 国際原子力機関から15人の検査官が供給体制について検査している。検査終了後の12月1日の記者会見でカットノン原子力発電所の運用安全性は保障されているとし4つの観光4つの勧告を推奨する。2012年2月以降欠陥建築が明らかとなる。修正箇所は燃料貯蔵プール2箇所。 二号炉と三号炉を接続する配管で作業が実施される。この事件は原子力安全局により国際原子力事象評価尺度レベル2と判断された。四基の原子炉のうち一基の欠陥によって発生する潜在的リスクがプールの推定下を招きかねないとして2012年2月6日にレベル2に分類される。30年間放置されてきたこの欠陥は 原子炉10年検査では検出されなかった。核原子炉の特性は以下の通り。冷却水についてはモーゼル側から取水しているが、原子炉施設は川からは 4km ほど内陸に立地している。発電所の建設中にフランス電力は冷却水用貯水池であるミルゲンバック人造庫を発電所東そばに造成した。また、 1985年には貯水池の枯渇に備え、冷却水確保に万全を期すため、南東に 100km ほど離れたボージュ山脈にある、ピエール・ペルセの谷にダムを建設し、ピエール・ペルセ湖が造成される。2011年2月にモーゼル側から取水するポンプの、コンクリート土台に亀裂が発生していることが明らかとなる。この異常は、 国際原子力事象評価尺度でレベル1に相当し、地震発生時のポンプ強度に疑問が持たれる。2017年10月12日、グリーンピースの活動家15人が発電所敷地内に侵入。警備の不備をアピールする意味で建物屋上に上り花火を打ち上げた。ありがとうございます。